はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。今現在の順位こんな感じです。こんな感じです。あんまりよろしくないね。まあまだ5月にも入ってないんでね、焦る必要ないのかもしれないけども、若干焦る。これは今回の盗塁はこのパターンでいきたいと思います。こちら、はい、投手の球種が消えると、消えるときに盗塁するのはどうですか。牽制するときだと球種の表示は消えないので、このパターンでいきたいと思います。まあ昨日話した通りですね。でね、難易度なんですけど、シャープ1かなのコメントで、投球カーソル、小物投球カーソルなんですけど、マノッチの時表示しないでやってた気がするんだけどとコメントあって、調べてみたところ表示されてなかったですね。なんで今日から表示しないでやっていきたいと思います。はい、何も変わらずですね。よし、お打てるのか打てるのか、あのカーソル表示しないで。俺よくやってたな。あ、前剣前田投手がホームラン、おめでとうございます。ホームランもそうだけど、普通に抑えてたのもすごいよね。いや、素晴らしいデビュー戦だったんじゃないでしょうか。素晴らしかったですね。あの俺もハイライト映像でしか見てないけども、前々回のコメントから読んでいきます。柳田と山田のメジャー挑戦あると思いますか。あるとすれば山田選手じゃないかなと思うけどね。まあ、どこまで本音なのかってのは分かんないけども、野球選手の価値はお金だっていう風に言ってる人だから。あ、これは打てなさそう。よくやってたな、こんなんで。投球は3球目、投げた、ボール、アウトロー。ギリ反応できるか。バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク。投げた、打ちました。こいつは厳しいな。さあ5球目、内角、空振り三振。まあ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 、若干無双気味だったからね、いいんじゃないですか。マリーンズ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁2塁という場面でタッチはセーフ。ちょっと打ちたい1本打てれば。第9投げた、打ちました。初球打ちフラフラっと上がった1本だね。とりあえず1本掴みました。これでワンアウト。ビールはいかないよ。打てない自分ってのがちょっと嫌すぎる。第9投げた、外れた、ボール。投げました、ストレートはボール、アウトコースへ。カウントは2ボールノーストライク。投球は3球目、投げました、打った、これはいい当たりだ。よし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 、ヒット、ボールは中継。それはコメントであったんだけど、打席右左をね、スタート LR で変えれるらしいんだよね。スタート、いいね、変えよう。第9、でもこうなったら変えられないでしょ、1球投げられたら。あ、変えれる。これってルール上ありなの、これってルール上ありなのか。第2球投げました、ボール、大きく外れました。カウントは2ボール、2塁牽制、2塁タッチはセーフ。5球は3球目、投げました、打った、痛烈な当たり。打球は左中間に上がっている。センター、というかあれだよな、どうせ変えるんだったらなんかこうギブソンジュニアみたいなさ、あの左にあえて左とかさ、そういうなんかカッコつけたことやりたいなどうせならカッコつけたことやりたいな。投げました、初球打ちました、ピッチャー返し。帰れないねこれね。センターバックホーム、井口ヒットを放ちました。でさっきのメジャーの話だけど、山田選手はなんか行きそうな気がするな。第9投げた、内角、ボール。第2球投げた、見送ってストライク。ナイスボール。第3球を投げた、あーやっべ、ショート前方のフライになりました。取りました、ゲームセット。なんとか打てるな、なんとか打てる。オリックスの自称マックス166キロのコーディ投手が抹消されましたがどう思いますか。いや、うん、まあ、うん、抹消されるべきだったんじゃないかなとは思うけどね。ひどかったんでしょ。休養ちょっと盗塁してえな。
ちょっとシングルヒット狙っていくか。ゆずのファンなのですが、ライブの最初にラジオ体操をやるのは恒例です。いや、そうなんだ。ゆずって、俺ね、ゆずのね、あの動画でね、森のくまさん歌ってる動画あるんだけど、それすごく好き。森のくまさんなんだけど、ゆずが歌うとゆずの曲になっちゃう感じ、すごく、あれすごい好きな、森のくまさん。楽天コボスタジアム宮城です。東北楽天しれーっと両打席ホームラン決めてる。さすが修行だな。ありがとうございます。ただしばらく出なくなると思うよ。ちょ、結構ね、カーソル表示なしはね、きついね。ストレートはもう、ここはよく選びました。第2球投げた。あ、いけねえや。今拾った。第3球を投げた。アウトコース低め、外れてボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げました。インハイへ、変化球ボール。カウントは3ボール1ストライク。さあ、5球目。オーケー。見送ってファーボール。荻野選手と練習すればいいんじゃないですか。そしたら走塁のことを教えてくれるかもしれません。機会あったら練習しようか。普段の総合練習場とかでもいいのかな。走塁のレベルを上げたい。あの、ごめん、正直言って全然打てる気しないですよ。本当に今全然打てる気しないよ。次は5球目。まあ、さっき2本ぐらいだったっけ。投げました。それよく打ったなと。よく打ったなと。投げました。よく見た。フォアボール。球種が消える瞬間ね。しっかりと見極めました。バッター井口、今日2打点を挙げています。茂雄スタート。二塁送球はどうだ。タッチはアウト。盗塁失敗。やっぱ相当遅れてね、相当遅れてたね。マリー第1球、初球を打った。ショートゴロ、ゲッツーになるか。二塁アウト。アウト。いやー、間に合ってほしかったな。ツーアウトランナー。則本8回の表。第9投げた。初球から打ってった。左中間のフライ。ナイバッチ。これはヒットになります。ボールは中継。茂雄ツーベース。球種が消える瞬間か。ランナー1人を置いて迎えた。まあ今は行かないけど、ここってことでしょ。投げた。結構一瞬だな、消えるの。はい、第2球くらいだな。投げた。あ、いったべ、ナイバッチだ。入れば同点だ。伸びた。ナイスホームラン。同点で第9投げた。初球外れる。ここはよく選びました。投げた。2球目ストライク。ブルブルしちゃうな、カーソルが。第3球を投げました。おっと、すっぽ抜け。外れて2ボール1ストライク。投げました。ボール。カウントは3ボール1ストライク。第5球インサイド決まってストライク。さあ6球目投げました。際どい球選んでファーボール。行くぞ行くぞ行くぞ。ここはよく見ました。次のバッターは井口。今日4打点を挙げています。タッチセーフ。第9遅い。茂走った。キャッチャー二塁送球間に合うか。うーん、これでランナーがなくなってしまいます。難しくない。難しくない、このやり方。このやり方でいけるんだ。悔しい敗戦です。すげえむずいな。すげえむずい、これ。まあこれはね、おそらくラグとかじゃなくて、俺が多分この辺にはついていけねえな。足上げてスタートするやつはね、自分の中でね、相当なベストタイミングで行っても遅れちゃうんだよね。だからまあそれはまあ前もコメントあったラグじゃないかと、まあ、そこで納得できる部分であったんだけど、今のね、球種消えるやつはね、単純に俺が遅れてる気がするんだよね。すごい一瞬だよね。みんなすごいね。よくできるな。食べる。試合
盗塁考えないといけないな。両打席ホームランは、NPB で17人で40回、そのうち日本人は6人で15回。最近では2010年の赤田、その前は2009年のセギノール。ちなみにセギノールは9回達成で最多記録です。9回もやってんの？9回もやってんの？すごいね。マリーンズ先制のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面でスーパールーキー茂雄ボール、バッターよく見ました。第2球投げました。ライトベースはタイミング合いません。セカンド牽制球です。2塁タッチ盗塁困ったな。第3球を投げました。まあ、今俺の中でいろいろなやり方があるからどれでいくかなってことだよね。第4球を投げた、打ちました。いい当たり、全てに振り遅れる。ヒットボールは中継、マリーンズまずは1点先制、1対0。茂雄タイムリーツーベース。第9投げた、スライダーボール。頑張って井口さん。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。さあ次の投球、外角高めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、直球、空振り三振。僕は新高校1年生です。同点で迎える4回です。ちょっと待ってよ。先ほどタイムリーを放っているスーパールーキー茂雄、投げた、初球外れてボール。なんかホームラン狙いえそうな気もしてきた。次の投球投げました、打ったこれは強烈、入れば勝ちだ、ね、さらにホームランだ、ホームラン、ナイスホームラン。マリーよし、じゃあ両打席でホームランいきますか。インコース低めストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、外角うーわ入ったのか、も追い込まれています。ホームランいらね。第3球を投げました、うわ空振り三振、厳しい。マリーンズ第9投げました、ボール、まずは外角低め、ここはよく選びました。抜けろ。ダイレクトでボールを。高校1年生です、はい。僕の学校では学校説明などの集会がたくさんあります。正直どうでもいいやつもあるので退屈になります。静かに暇つぶしできることありますか。そうだな、おそらく普通に整列してるからね、可愛い子を見つけるとかってのも無理な話だと思うんだ。顔が見えない状況だと思うから、なんかあるかね。MVP やりました。久々だね、取った。暇つぶしか。俺がよくやる出た暇つぶしは、授業中とかにねやってた暇つぶしとしては、ちょっと待ってね。いないよ。いないよ。荻野選手いない。ハフマン選手は僕か。二軍だけど。はい。試合。いやー参ったなー。盗塁もそうだけど優勝すら難しい気がしてきた。自分がやってるスポーツのイメージトレーニングは俺ずーっとやってました。それで暇は潰してたかな。マノチさん質問です。まだマノチさんの動画を見始めたばかりなのですが、マノシゲオとその父はメガネをかけていますが、実際にマノチさんもメガネかけているんですか。かけてます。はい。まあ、この茂雄はまた別だけど、茂雄のお父さんの間の地は結構自分に寄せて作ってます。なんで、お出かけ用のメガネは青いサングラスです。第9
家にいるときは黒縁メガネって感じ。第2球投げました。ボール、バッターよく見ました。いやー、メガネ欲しいな。新しいメガネが欲しい。見送ってストライク。ファーストランナーをちらっと見て第4球を投げた。今かけてるメガネが黒縁のなんかいわゆるさ、ちょっと前のに流行ったあのおしゃれメガネってやつなんだけど、次が6球目、一塁ランナー自動的にスタート。ちょっと待って、ちょっと待って、なんとかする。第7球をランナースタート。 OK、 打った当たりだ。三遊間、ライナー破っていった。当時はね、まだゲーム会社にいた時にこのメガネ買ってたから、人前に出るからさ、おしゃれなメガネを買ったんだけど、今はもう家の中で仕事してるから誰に見られるわけでもないじゃん。もうね、見た目より機能性を重視したいね、次メガネ買う時は。もう軽くていいし、うん、本当もう軽いっていうこと、軽いメガネが欲しい。第9投げた、ストレートはボール。さあ次の投球、2球目ストレート。今打てないかい。第3球を投げた、ボール。なんかこうあれだな、自分がバッターボックスに立たないで見ると球遅く感じるな。2塁タッチはセーフ。セカンドランナーちらっと見た、投げた、直球ストライク。自分がやってる時やったら早く見えるんだけどな。第5球投げました、ボール。カウント3ボール2ストライクです。投球はこれから6球目。ここを選んでフォアボール。イーグルス、頑張って。内野陣はゲッツー体制。第1球見送ってボール。第2球投げました、ボール。いいところですが外れています。カウントは2ボールノーストライク。2塁タッチセーフ。投球は3球目、投げましたストライク。俺膝元厳しいところ。今日1本も盗塁決めてないの。第4球は打ちました。うわーすごい、わあギリギリ、すごい綺麗なホームランだったね。セーフティーバントも決めてるしな。投げました、縦のスライダー。いろいろやりたいことがあるんだよな。さあ次の投球、外れた、ボール。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げました。全然関係ないけど今日さ、俺すげえ早起きしたの。理由はないんだ、目が覚めたってだけなんだけど。ここでマウンドに上がったのはで、朝からプロスピエースやってさ、でまあ顔を洗って歯磨いて、で朝ごはんにねフレンチトーストを作ったの。おしゃれだろ。第3球を投げた、砂糖多めでね、甘めのねフレンチトーストを作ったんだ。第4球を投げた、直球で飲み物はねカツゲン、久々にねカツゲンを、ちょっと今ごめん喋ってて、あ、これセーフになるかもしれないよ。セカンドからよしよしよし、ちょっと行くわ、盗塁行くわ。今俺の中で一番やりやすいね、打撃成績消えた後のやつ、あれやる。牽制来たら死ぬやつ。牽制来たら死ぬやつね。一塁ランナー飛び出している。牽制来なくても死んだわ。参ったな、やばいな、足引っ張ってんだ。盗塁ここだな。いやまあ打撃はね、打率ホームランこれでなんかどうにかなりそうだったから、まあ足引っ張るものがあった方ぐらいがね、いけるかいけないかという瀬戸際を楽しめるんじゃないかなと。やばいよ今、なんとか自分をフォローしようとですね、精一杯だもん。前何買ったの、かまぼこ、あれか、宮城か。ほんと笹かまぼこうまいよね、すごい好きなんだよ。俺さっきなんか話してたっけ、あそうで、カツゲンを飲んでね、久々飲んだわけなんだけどもね、お腹壊しちゃってさ、今お腹すごく緩いの。お腹緩いの。もともと乳製品がダメだったんだけど、コーヒー牛乳とかすごい好きで、前に飲んでね、全然お腹壊さなかったから、最近結構コーヒー牛乳ガブガブ飲んでて、もうカツゲももういけるんじゃねえかなと思って、カツゲ飲んだらダメだった。やられた。お腹痛いもん。もしもマノッチさんがプロ野球選手だったらどんなタイトルが欲しいですか。
実力何も関係なしに言うんだったらゴールデングラブ賞とか取ってみたいかな。あと今本気で望むのは盗塁王。盗塁ができないんだ。第3球あーっと微妙。 OK ゴールしなさいってことですね。ちょっと待てよ、今すげえ集中しようかな。第9投げました。アウトサイド直球はボール。絶対成功させてやる。投げました。ストレートはボール。カウンター2ボールのストライク。ランナースタート。投げました。これいいんじゃない。やーっと成功した。長かった、一本目までが長かった。マリーンズ追加点。第9ランナースタートを切った。あ、ごめん、バットに当てる気あんまなかったんだけどさ。狙い通りだから、さらに点追加。狙い通りだから。本当はね、空振りしようかなと思ったんだけどね。いや、うまい。もう5回の裏、打ち抜いてマリーンズの攻撃に入ります。バッターはスーパールーキー茂雄。外角低め、直球は外れてボール。慎重に攻めてきます。流し打ち、いやー正面いっちゃったな。ここは真野内さん、お宅についてどんな印象を持ちですか。俺は好きです。印象の問題がすごいなと思う。前もなんか話したと思うんだけど、一つの知識に長けてるわけじゃない、何かしらの。例えばガンダムとか野球とか、アイドルとか、まあいろいろなオタクがあると思うんだけど。第5球投げた。打った、痛烈な当たり、レフトへ行った。ヒット、デスパイネ二塁決定。でよくあのね、オタクを否定する人いるでしょ、気持ち悪いとかなんやかんや言ってさ。結局ね、そういう風なね、否定をする人はね、俺、ちょっと待って、満塁ホームラン打つから待ってね。投げた。初球外れても大きく外れました。第2球投げた。低めのボール引っ掛けた。1、2塁間のゴロ。1塁へ送る。あ、惜しい。取ってアウト。スリーアウト。結局ね、そのいう否定する人っていうのは、マリーン見事勝利を。好きなことを、その自分の好きなことを突き詰めることもすらできない人だと思うんだよね。何に関しても中途半端。オタクって要は一芸に特化じゃん。だから俺はすごいそういう人は好き。はい、ただめんどくせえのが、その趣味を押し付ける人は鬱陶しい。知らねえよって話だからね。自分で楽しんでなさいって話だから。オコエ選手がトリプルスリーが目標だと以前言っていましたが、将来達成できると思いますか。打撃だろうね。まあ、うん、打撃だろうね。ホームラン30本いけるかにかかってるんじゃない。盗塁30は多分そのうち達成できると思うんだよね。で打率3割もそのうちの可能性はあると思うんだけど、ホームラン30はすげえ難しいと思う。1球目ストライクから第2球内角際どい球ボール。カウント1ボール1ストライク。投げた。ボール。まずホームラン30打てるパワーと、次が4球目投げました。打ちました。いい当たり、レフトへ飛んだ。レフトバックしていった。がっちりキャッチ。盗塁30できる足があることがまず何よりも条件じゃない。まあその上で打率3割だと思うんだけど、第9ホームラン30は難しそうな気するけどな、オコエ選手。まあまだね、1年目だからね、何がどこでどう化けるか分からないし。投球はこれから3球目。打ったに当たりだ。抜けた。ナバッチ茂雄ヒットを放ちました。レイノルズ降板。右の岡本、今日2人目のピッチャーとして。ラジオ体操今でも夏休みやってますよ。スタンプ式で自分の入ってる自治体で集まってます。ちなみに住所言っていいのこれ。静岡県清水区です。第2球投げました。これは見送ってもカウントはスタンプね。そうスタンプなんだよ。3球目から
スタンプ押してもらうんだよね、おじさんにね。投球これから4球目。打った痛烈な打撃。俺これ今ボール球じゃねえかな。結構なんか低めのボール球叩いてる気がする。第1球投げました。変化球ストライク、インローへ。まずは見送りました。第2球ボール、バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク。タッチはセーフ、二塁はセーフ。第3球を今日ツーベースを大量に量産してるけど、追い込んで投げた。ホームランは1、盗塁も1か。第5球投げた。ああ打った、切れていきます。きつい、速い球は。第6球を投げた。うまい。ああボール球打った。セカンドこれは守備範囲内、2塁アウト、3アウトチェンジ。惜しかったな。 QVC 同点で迎える9回です。打ち抜いてやる。ちょっと待ってください。あえての右ですよ。ここは今日ホームラン右で打ってっから俺。第9投げた、外角高め極めた。さよならホームランでいこう。ここはよく選びました。投げた、ストレートで送ってストライク。ちょっと手に負えねえな。第3球を投げました、外れた。ボール、カウントは2ボール1ストライク。次が4球目。もう大丈夫だ、ギブソンジュニアに憧れた男だぞ。うわあ、そうちょっと待って、走るかな、どうしようかな。まずは一塁決戦。危ない危ない危ない。セーフ。第9初球外れてボール。よし、ここはねちょっとプレッシャーかけて、第2球投げました。デスパイネさんを助けよう。外します、一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。肩越しにランナー見た、投げました、決まった。ストライク、伸びのあるストレート。投球これから4球目。高速スライダー、頑張って。少し迷ったか、追い込んでから。第5球落とさ、もう完全なボール球。カウント3ボール2ストライクです。低めボール球打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ。1塁送球アウト、3アウトチェンジ。1塁ランナー、こういう時にね走りたいんだよね。楽な場面で走って30盗塁はねちょっと寂しいじゃん。疲れてるよ。第9さよなら、打った、これはいい当たりだ。さよならか、さよなら、届かない届かない。バッターランナー2塁です。やっぱあれだな、きっとカーソル表示なし分振り遅れちゃってるね。さあノーアウトでさよならのランナーが出ました。バッターは第9投げました、見送ってボール。おー、これちょっとランナー操作俺緊張するな。おい緊張しちゃうな。2球目も外していきます。2塁タッチはセーフ。投球はこれから3球目、ライナーバックだけ気をつけて。あ、牽制球、二塁タッチセーフ。牽制だったら別に牽制しない、パパ的に牽制すればいいの。ここは歩かされます。さあこの最後の大事な場面となりました。ライオンズバントシフト。第9初球バント、ピッチャー、あーまだ緊張するべや初めてだよ、二塁にいるときバントしてもらったの。さよなら、いやー見事勝利です。なんか俺が目立った感じだったな。さあ本日のやりました、とりあえず勝てましたね。ハフマンはいい人ですよってコメントあって、ハフマンっていい人なんだね、リアルでも。え、何、あ、俺全てのチャンスダメだったの、無駄にしちゃってたの、ボンタリだったんだ、申し訳ないね。お出かけ、なんかレベル上がって上がる、なんかあるないね。じゃあちょっと休養しとこっか。あ、俺釣り竿買ったな、釣り行けるんだ。そういえばまのちさんお疲れ様です、いつもありがとうございます。今回のサムネイル、シャープ2ですね。同じロッテで銃刀法違反で捕まったナバーロを意図的に風刺したものでしょうか。全然考えてなかったです。あのね、このコメント来た時にね、ああ、そうかと思ってね、若干やっちまったかなと思ったんだけども、いや、全然考えてなかったです。はい。僕の学校では中1の体育のダンスの授業でラジオ体操第1と第2やりましたよ。てか、ダンスの授業あるんだもんね、今ね。すごい地獄だよね。楽しいのかな、やってねえからイメージでしか話すことできないけど、俺絶対授業出ねえもん
ダンスでしょ。俺の将来に役立たねえと思ったら絶対出ないもん。きついよね。ダンスっていう授業なの？体育の一環なのかな。あ、体育のダンスの授業って書いてある。第2球。体育の一環か。投げた。パームはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球。ダンスか。投げた。ボール。バッターよく見ました。カウントはツーボールワンストライク。なんでできたんだろうね、ダンスなんてね。投げた。4球目ストライク。けどあれか、そこで将来の道の幅が広がるっちゃ広がる。うわ、早っ。最後は力でねじ伏せられました。左で150オーバーか。そうか、こうだな、こうだな、こうだな。ゴローとギブソンジュニアみたいなもんだろ。第9球スライダーボール打ち抜いてやるからな。投げました。いや待って、なんで振り遅れる。どうだ、ヒットになります。ボールは中継。やりました、とりあえずヒット。いやー満足はできないね。初めてのヒットになりました。いやホームラン打って、うわかっこいいなと。ギブソンジュニアだなと。低めストライク。いやギブソンジュニア、ギブソンジュニアやってるけど、初球空振りからメジャー見てない人は全く分かんないよね。外れてボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。ボール、慎重に攻めます。ギブソンジュニアっていうのはいるの？ボールワンストライクです。すごいざっくりとした説明だけど、両打ちの選手がやってます。投げた。5球目空振り、タイミング合いません。第6球を空振り三振。菊池、いやーすごいね。 QVC マリン、マリーンズ追う展開。第9球ともみくんか。第2球投げた、スライダー見送ってストライク。第3球はストレートはボール、攻めてきます。カウンター2ボール1ストライクです。うわ落ちた。内野ゴロ、バキアボールを取る、アウト。スリーアウトチェンジ。マノチさん、マノチさんどれぐらいイケメンですか。そうだね、まあタッキツバのタッキーぐらいかな。タッキーぐらいかな。結構似てる部分あるよ、タッキーと。目2つあったり、口1つあったり、耳2つあったり、似てますよ。そうね、ラストぐらいにしましょうか。何分取ったか全然測ってもいないんだけど、ラストにしましょう。スナイパーショットはパワープロのキャラのビクターという選手のオリジナルフォームです。長打を量産して投手を威圧するそうですよ。ビクター、うん。そういえばあれだね、2016は結構こうパワープロのキャラクターがメインになりそうだよね、オープニングとかも見てても。全然俺キャラ知らねえからさ、そこは楽しみは楽しみだね。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ。マリーンズリードで迎える6回です。あ、そういえば江越くんホームラン、おめでとうございます。今これ撮っての4月の8日の相変わらずの午前中なんですけど、投球これから2球目、4月7日の試合かで打ったのか。第3球を投げた、アウトロー、ボール、カウントワンボール。いや阪神はあれね、投げました。外野手なんか揃ってんね。2ボール2ストライク、投げました。見逃し、ああバット出なかった。桑原、マリーンズ第9球投げました、ボール、投げました、ボール、カウンター2ボールノーストライク。第3球3球目ストライク。次は4球目投げました、4球目空振り。第5球投げた、あーべー、ノーヒットで終わる。満員の強制だと。佐藤ラッシャンか、調子に行くか。第9球ランナー走った、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。岡田今シーズン第2球投げた、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、イエーイ、ホームラン、
やというか江越くん活躍してるのなんか嬉しいな、まあ、ゲームからね知った選手ではあるんだけど、よし終わりますか。なんか大阪のお店一つぐらいレベル上げていこうか。うん、まあそこはまだ知られてないのかい。最後なんか成績見て終わろうか。ちなみに、今順位こんな感じです。いやーまずいな、なんか嫌だな、勝率が悪すぎる。セーブ勝率3割切っちゃった。はいこんな感じです。成績見て終わりましょう。野手ランキング、まあパパッと見ていきます。お、本田さん、みんな打率高いね。まあこれからみんな下がっていくだろう、おそらく。盗塁、あ、それでもベスト3にも入ってんだ。ちょっと盗塁成功率すごくない？何これ、お、ちょっといいよちょっといいよ、おしるこちゃんの時に比べればちょっといい、おしるこちゃん5割ぐらいだったから、ちょっといいよ。セリーグこんな感じ。外国人勢がね埋めてるね。盗塁はみんなやっぱ成功率さっきえなっていうか、当たり前だな、こんぐらいの成功率ねえと走っちゃいけねえよな普通な。俺なんて失敗してゲラゲラ笑ってるだけだもんよし終わろう、終わりましょう、また明日ね頑張っていきましょう。そんじゃ、終わろうと思います。終わります、バイバイ。